えー、もう早いもんですね。10月がこれ終わるとなると、もう、もう、ういよいよ、あっという間に、えー、明けましておめでとうございますということになりますね。もう、こっからがもう、早いですね。本当に、油断してるって言うとね、月日が経つのは早いもんです。えー、今日も相変わらず一席、えー、ラグを申し上げて、その後は、 えー、今日は、骨董屋が3夜目ということですかね。えー、それからあ、あの、前回ちらっと申し上げた通り、えー、暮れの12月の、えー、1回目の回ですね、39話目ということになると思いますが、そこで、えー、この文菊の部屋におきまして、えー ひっそり、えー、オークションというね、文菊の部屋、ひっそりオークションという、目を打ちまして、えー、少し、そういった、私が、まあ、手元にあるものをですね、えー、そのオークションという形で、皆様方に、えー、まあ、お分けするという、そういう場を作ってみようということで、 えー、今日はですね、その、オークションの、ひっそりオークションの仕組みを、一回、ちょっと皆さんで、えー、我々も初めてのことですから、あの、どう、どうやればいいだろうってことをー、一回ちょっと試してみようということで、えー、次回ですね、36の次回ですから、37話、37話が、 実はもう日にちが決まりまして、10月の、ああ、ごめんなさい。11月の、えー、10日ですね。11月の10日に37話をやるんですが、ここで、あのー、まあ、なんて言うんですか、プレオークションとでも言いますかね。えぇ、ー、ヒッソリオークションの練習をみんなでしてみようということで、今日はあの、一品だけ、あのー、ご紹介をして、えー、この、 お品を練習で、まあもう練習と言いましても、一応本当にあの金額を皆さんでこうつけていただいて、え、金額を決めて、え、そして、え、落札者を決定して、その方に品物をお送りすると。そこまできちっと、やるという、え、オークションの練習を次回にしてみようではないかと。 で、これがまあきちっとうまくいきますと、今度は12月の第1回目の回で、えー、本番のオークションをやってみようと。まあしかしあくまでもこれは <laughs> あの文の部屋だけのですね、えー、ひっそりオークションを皆様方ね、聞いてくださっている方たちだけと楽しもうという企画でございますので、 あの、あくまでも、限定企画で。で、また、あの、出てくる品物もですね、えー、やはり、まあ、なんて言うんでしょうか。<laughs> そんなにその、血眼になってですね、えー、いやー、なんとか、なんとかこれをというものではなくて、えー、それでも、まあ、私が使っていたものですとか、えー、随分昔に、 えー、たくさんいろいろこう,う、流れ流れて、私のところに来てくださったものの中で、えー、それを、まあ、ここへちょっと出してみようということですからね。えー、まあ、その話はまた後で、あの、ゆっくりお話をいたしますんで、長、え、々、ー、なかなか前置きが長くなりましたが、えー、落語の方はもう相変わらずで、 えー、そういうのんきな連中たちがね、また集まるってうと騒動が持ち上がるというね、えー。これがもう落語の幕開きでございますがね。えー、兄の目だけどさ、ねちょっと付き合ってもらいてんだね。うん、どうしたのえー、実はさ、うちの水亀が,が割れちゃったんだよ。で、ここをも言うにはね、 今まで一回りの水亀を使ってて不便で仕方がねえからさ、二回りの水亀を買ってこいって、こう言ってんだよ。うん、そうかい。残、うん、ってこらいいじゃねえかい。いえ、そうなんだけどさ、カカアが言うにはね、お前さんは買い物が下手だってそう言うんだよね。うん、え、あ、今のお前さんってのはカカアが俺に言ってんだから。ねえ、あっちのこって。うん、あ、そこへ行くとね。 お前さんは買い物がうまいってそう言ってたよええ,えいや、今のお前さんってのはあっち兄に言ってた兄のおったよ、うん。だからね、お前さんね、今からあの、お前さんと一緒に買い物行っといてよお前さんって、そう言ってんだけどさ、どうするなんだお前よくわからね。